座間の大地が生んだ究極の豆腐、半世紀にわたる老舗の味の秘密に迫っちゃいましょう。戸割豆腐店へは圏央道圏央厚木インターチェンジからおよそ18分です。ゆうちゃんさ、はい、お豆腐は好きだよね。大好きです、うん、冷ややっこもいいですし、うん、冬とかだと湯豆腐も美味しいですよね。そうだよね、うん、この辺にさデザート感覚で食べられる究極のお豆腐があるって言うんだけど、ちょっと寄ってかない？デザート感覚いいですね、うん、行きましょう。行こう行こう行こう。ここだー、戸割豆腐店、うん、お店のご主人戸割智明さん、座間で50年以上続いている老舗の2代目です。すごい、これだよ。でかい、大きい在来大豆の丼豆腐、座間さんだ。おデザート感覚で食べられるって聞いたんですけど。甘みがすごい強いんで、はい、甘みの秘密は座間で作られた津久井在来大豆、原料も地元産にこだわっているんですね。その大豆を機械に入れてすりつぶします。美味しそうな豆乳が出てきましたね。にがりを加えてお豆腐が出来上がりました。もうご主人何年ぐらいやってらっしゃるんですか？自分は去年始めて1年なんですけど、まだ。あら、そうなんですね。その前に、はい、その前には先代と親父と一緒に何年かやってたんで、うん、ええ、その間途中ちょっと抜けて、ええ、まあ、サラリーマン辞めて豆腐屋に戻ってきた。後継いだんですね。はい、戸狩さんがお父さんの後を継いだ理由は何だったのでしょうか？父が亡くなって店を片付けとかしてたら、うん、お客さんたちがやっぱりファンがまたやらないのって、自分がやってたことを知ってるお客さんたちが、はい、またやってよっていう、わざわざ寄ってくれて、お客様がそういうことを言ってくださって、地元の人たちに愛された究極の豆腐をいただきましょう。わ、美味しい。大豆の甘さだけじゃなくて、なんかすごいコクも感じます。うん、めちゃめちゃうまいじゃんこれうまいじゃん。デザートっていうのが分かった。すごい甘い。いや、お口の中が美味しい豆腐の要因ですごい。本当だね。いや、これはね、うん、地元のファンの人が作り続けてって応援するの本当によく分かった味でした。ぜひ食べて食べて地元愛にあふれた究極の豆腐。この番組はもっと安全にもっとスムーズにネクスコ中日本の提供でお送りしました。高速道路上の落下物が多発しています。出発前や休憩時には積み荷のチェックを。落下物を見つけたら道路緊急ダイヤルシャープ9910に。次回は福をもたらす癒しのカッパ大和常泉寺。